カシオ計算機株式会社は、電卓、電子辞書、電子楽器、時計などを扱う日本の電機メーカー。本社所在地は、東京都渋谷区本庁1-6-2。1970年9月に、東証第一部上場。通称カシオ。カシオ計算機の社名が象徴するように、創業時は、機械式計算機などを生産、後に、電子式卓上計算機を発売する。 その後、電卓デバイスを基礎に事業分野を拡大し、現在の主な事業分野は、電卓、電子文具、時計などの個人向け情報機器やシステム機器、電子デバイスなどの製造と販売。近年は電波時計や電子辞書、TFT 液晶などを主力商品として積極的に展開している。かつては携帯電話、デジタルカメラも手掛けていたが、現在は撤退している。 かつての本社は新宿の住友三角ビルにあったが、後に初代に自社ビルを建設した。社税は創造貢献で、これは世の中になかったものを創造することによって社会に貢献するという意味である。英語ではそのままクリエイティビティコントリビューションと英訳されている。リレー式計算機 14A、計算機の名の通り、 電卓以前のリレー式計算機 14A から電卓の時代を通って成長した企業、ブランドであり、電卓及びそれに類する電子製品のメーカーとして知られる。特に大ヒットした電卓カシオミニにおいて顕著だったが大胆な価格設定と割り切ったスペックでどこでも簡単に使えるといった新しい切り口の製品を発売し、 時には新しい商品分野のブームの端緒となるようなヒット商品も作る。伊藤重里の一万流コピー塾において大ワープロへの投稿での評価を取った今買うなカシオがきっと何かやるやパソコン雑誌、PC ウェーブの目の付けどころがカシオといった言葉がある。創業者の名字カシオをローマ字で書けばカシオだがこれをあえてカシオとしたのは 創業当初から世界で親しまれる企業になるという目標があったため、このロゴであることから日本以外では日本の企業と思っていない人も多い。特にイタリアの企業と間違われやすい。ちなみにイタリアの元子役サルバトーレカシオはカシオの CM に起用されたことがある。世界初の液晶モニター搭載デジタルカメラ QV- 0電子が空き、 CZ-3032 ビットゲームキルーピー、その他、小型のアナログ液晶テレビを手掛けたこともあった。他2015年現在は、スポット CM 中心、上記の番組以外でも提供されることがある。ありがとうございます。